皆さんこんにちは。今日はドイツのニュルブルクリンクサーキットに来ています。それでは日産 GTR のチーフプロダクトスペシャリスト田村さんにお話をお伺いしたいと思います。田村さん、よろしくお願いします。今回は日産 GTR 2017年モデルが発表になったということなんですけれども、今回のこの車、大きく変わった点というのはどのようなところなんでしょうか。はい、もうまず見てください。外観です。エクステリア大きく変えました。で、これはただデザイナーが好きなように絵を描いたということではなくて、きちっとその機能、例えば空力をどうしていくか、冷却をどうしていくか、こういったいろんな機能を踏まえて変えてきました。だから全ての変更には意味があります。例えばですね、馬力増やしました、トルクカーブ上げました。そうするとどうしても冷やさなきゃいけない。その冷やすことをどうやってやったらいいか、じゃあ例えば口を大きく開けてみよう。でも口を大きく開けてしまうと空力値が悪くなったり、ダウンホースがまあなんか効かなくなったなってことになるので、そういうところも踏まえて全面刷新です。顔は特徴的なんで、そういうところには目が行くんですけれども、しっかり例えばサイドシルといって、この車の下側のシルスポイラーあたりも空気の流れもう一回見直しました。それから、ウヤヤ、これはあのボディメタルなんですけれども、アッパーボディのところを前後の剛性値を同じにしていくためにきちっとそこも変えてしまいました。そしてその変えることによってサスペンションがきちっと動くと、さらに接地感も増すと。で、加えて言うと、その C ピラーにあったちょっとタービランスが起きていた、なんていうんですかね、その乱流が起きていたところの空気の流れも見直し、そこの流れも良くしました。まあ、エンドはですね、車のちょうどボディのエンド、ここは14年モデルイヤーのニスモで培ったノウハウがきちっと入ってます。あとやっぱりこのイザナウという意味ではインテリア結構変えました。インテリア大きく変わったんで、そのあたりも皆さんじっくり後でお見せしたいと思います。こういったトータルバランスのマネジメントというのが大事なんで、今回の大きな見直しというのは点から線へ、そして面へといったような、もう 1D じゃなく 2D でもなく 3D でマネジメントしていきたいと、そういうところに気をつけて、実施しました。はい、GTR ここ数年ですね、乗り心地がすごい良くなっていると多くの人言ってますけれども、この2017年モデル乗り心地はどういうふうに変わったんでしょうか。まあ、ちょっと乗り心地というとね、語弊があるんですね。何を言ってるかっていうと、乗り心地っていうのはいい方がいいんですけれども、いなす、疲れない、つまりスポーツカーとしてきっちり踏ん張るっていうところ、例えばバネレートはなんとやっぱり Z とかそういうスポーツカーよりも硬いぐらいなんですね。だけどそれをボディのダンピング効果がきちっとしていたり、ショックアブソーバーがきちっと仕事をすると、つまりサスペンションがきちっと仕事をしてくれると足回り、タイヤがまあいなせるということで、そういった意味では高速移動空間としてもなせるというところが GTR の GT ゾーンなんですね。ですから乗り心地がいいっていうと、なんかソフトになったみたいなんですけれども、そうじゃなくって、300キロをアウトバーンできっちり走れると、隣の人と会話ができるほどの超高速移動空間で、ひとたびこういった例えばニュルブルクリンクとかサーキットに来ると、やっぱりその R のなりわいとしての楽しさとか、あるいはまあなんていうんですかね、興奮とか、そういうドキドキワクワクがみんな味わっていただけるんじゃないかというふうに思ってます。はい、今アウトバーンの走行の話ありましたけれども、今回は、この2017年モデルの国際試乗会、世界中のジャーナリストをお招きしての試乗会が合わせて行われるとお伺いしたんですけれども。そうですね、やっぱりシーンとしてはですね、なんていうんですかね、その私はある同質者にもリスペクトがありますから、きちっとしたこういったドイツの超高速空間、それとあるいは、まあ、サーキットをこうなんとなく楽しく走れるよというところの両方を味わっていただきたいということで、このヨーロッパに来てこの国際試乗会、皆さんやってくるの楽しみにしてるんですけどね、きっとみんなハッピーになって帰れるといいんじゃないかなというふうに思ってます。
それでは実際に試乗をした感想をお伺いしたいと思います。まずは今回ですね、はい、アウトバーン、そして今こちらスパのサーキットで、はい、サーキット走行もされたと思いますけれども、はい、乗ってみていかがでしたか？いや、まあ、とにかく前のモデルとはもうなんかちょっと比べようがないなというぐらいいろいろなところが変わってて、まあ、もう一般道乗り始めた時からってぐらいびっくりしたんですけども、まあ、スパで走った分にはさすが GTR だなって感想がやっぱりもう最初に立つんですけれども、特に一般道の変化がすごく大きかったなって感じました。やっぱり僕はもちろんレーシングとかサーキットのイメージってすごく大事なんですけれども、基本はやっぱり GT の、まあ、CPS とかよく言ってる GT の側っていうのもすごくやっぱ大事なのかな、まあ、GT っていうことはイコールストリートってことになると思うんですけども、まあ、そこの適性がここ2、3年でやっぱりどんどん上がってきてるのが、今回もまたドーンと一気に上がった感じがあったので、そこは僕の思考から言えばすごいいい進化をしたなと思ってます。 GTR の基本は変わってないなと思うんですよ。目指してるところがすごく変わったとかそういうことはなくて、ただ全ての面で洗練されたなというのをね感じましたね。乗り心地良くなった、音が良くなった、まあいろんなところがうわ良くなったと思うんだけど、全部それがねこうちょっとこうなんだマイルドになった、ネガティブな意味でマイルドになったわけじゃなくないし、こうなんかちょっとぬるい車になっちゃったとかね、そういうんじゃなくて、本質は全く変わってないんだけど、こう質が全部一段高くなった、そういう風に感じましたね。乗った瞬間、もしかしたら見た時、乗った時圧倒的だなと思う、うわすごいなこの車は、それは質も速さもね、あらゆる面で、それが GTR だと僕は勝手に思ってるんですけど、改めてねこの、17年モデルでその GTR らしさをもう一回ズカーンと感じたなと思いました。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。私もちょっと運転してみたいなって思ってきたんですけれども、運転しても大丈夫ですか？どうぞどうぞ。やっぱりそこは GT としての資質もちゃんとそこはまとめ上げているということから、世界中にやっぱり愛されていく GT、 そして R、 GTR であってほしいなというふうに願ってます。はい、じゃあ早速試乗楽しみに、よろしくお願いします。そうですね、まあ、とにかくアウトバーンは速度無制限も結構ありますから気をつけて。毎年進化を続ける日産 GTR、 今後日産本社ギャラリーでの試乗などを検討してまいりますので、皆さんぜひご期待ください。それではまた次回お会いしましょう。